This month, SciFi Japan TV's Hiro Sono paid a visit to Grissom Gang Cinema in Kanagawa to meet with special effects director Teruyoshi Nakano, best known for his work on the 1970s Godzilla films. Let's join Hiro as he sits down for an in-depth talk with the legend himself.
さあどうすんので始まってね、7つじゃおかんべ、じゃあ3つにし4つにしようか、ね、2つにしようか、2つじゃつまらん、じゃあ3つにしようか、つまりそこから試行錯誤が始まるわけね、はい、これね問題だったのはこれが金色なんですよ。これ金になるっていうのは大変だったということは、あのこれはですね、実はクランクインまでこの色じゃなかった。要するにですね、ゴジラが黒で、このモスラが茶色、はい、でしかもラドンに行っちゃったなんか薄汚い変な色、まあ怪獣っぽいね、そこ持ってきてこいつもなんか変な色出てきちゃったらさ、区別つかないじゃん。これは実は確かグリーンっぽかった、はい、だけどこの色はなっていうんで、これは円谷さんもちょっとあんまり納得いかないままクランクインしたわけだよ。それで、で大体これが濡れたし形できたから、はい、なんかクランクインしてあれ2日目かな3日目に、円谷さん見てくれということで、円谷さんこれ見に行った。でその時にですね、一緒に撮影してたスクリプターが、あのもう撮影終わってスタッフも帰る時、じゃあ俺ちょっとあのビドラ見てくるよって言うから、どんなのできたの私も見るわって言って、女の子ってスクリプターが一緒に行ったわけだ。それでパッと見て女の子の一言なんだよ。あら随分おとなしいんですね、私は金星から来たっていう設定だから金色かと思ったのよって言ったらしいんだよ。そこで円谷さんがカチン燃えたんだろうね、それだってことになっちゃった。Mr. Nakano has an endless number of stories from Toho and more. So be sure to join us next time as we have a few drinks with him and hear some candid comments from the special effects master.